仙台市交通局は仙台市の地方公営企業の一つで宮城県仙台市及びその周辺で公共交通機関などを運営している路線バス事業を行う自動車部地下鉄事業を行う高速電車部に分かれている仙台市ガス局仙台市水道局同様仙台市役所とは独立した庁舎を持っている詳細は各部の項を参照のこと 仙台市営バス特急仙台空港バス、エアポートリムジンバス、仙台市観光シティループバス、ループル仙台仙台市電廃止代替バス路線、グリーンバス、仙台市電仙台市地下鉄南北線、仙台市地下鉄東西線2007年7月22日、ループル仙台2006年2月11日仙台、市営バス一般路線車高速鉄道部、自動車部とも清掃。 整備等一部業務を系列の仙台交通株式会社に委託している。印の営業所は宮城交通へ、星印の出張所は JR バス、東北仙台支店にそれぞれ委託している拠点。ありがとうございます。